はい、今日ですねシートロニクスが発売します最新の800万画素防犯カメラ、こちらを紹介したいと思います。はい、この防犯カメラ非常にね使い勝手が良くて優れているんですね。でこの800万画素カメラというのが400万画素500万画素カメラと比べてどれぐらい違うのかというのがなかなか分かりませんよね。まあ、僕自身も800万画素カメラ初めてですのでよく分かってないんですね。ということで今回ね僕が持っている同じシートロニクスの500万画素カメラと画質をね見比べてみたいと思います。まあ、その後ねいろんなね基本的な機能なんかもね説明していきたいと思います。はい、ではねこちらのカメラの特徴なんですけども、まずこれねソニーのコムズセンサーを搭載しています。まあ、なので画質が非常にいいんですね。はい、でその他にもですね、まあ、このカメラ、2.4G と 5G の両対応ですので、まあ、最初にね 5G で接続してみて距離がねどうしても足らないなという時は、まあ、2.4G で接続するというふうに、まあ、この使い分けがねできるわけなんですね。まあ、その他にもですねこれマイクロ SD なんですけども、古いモデルはね 128GB しか対応してませんでしたが、この新しいモデルは 256GB までね対応してますので、非常に長い期間のね録画データが保存できるようになってます。まあ、その他このね FTP NAS OneBiff といったネットワークストレージですよね。はい、ここにデータもね保存することができますので、このマイクロ SD とネットワーク先とのねこのダブルでのデータ保存ができるようになってます。はい、そしてねこれ防犯カメラの映像をねスマホで操作できるのはもちろんなんですけども、こちらのモデルはねパソコンでも操作できますので、外ではスマホ、家ではパソコンと、まあ、そういったね使い分けができるようになってます。でこのカメラはね、まあ、人や動物、車両をね検知してこの AI 追跡する、まあ、そういった機能もあるんですね。でこの AI を利用してこの夜間の赤外線カメラのね監視中にもし不審な人物が入ってきたときは、このね、内蔵されている LED ライトで犯人を照らし出す、まあ、そういった機能もあるんですね。で僕自身ねこのシートロニクスのカメラ4台持ってまして、で今回のカメラで5台目になるんですね。で YouTube でもね、この Amazon で初心者向け防犯カメラを買ってみたとか、あとね、高額30枚この防犯カメラはすごいと、まあ、こういったね動画を出してきました。でおかげさまでね、この防犯カメラのおかげで、野菜泥棒もね捕まえることができました。ところでね、この数年前にね買ったこの防犯カメラ今どうなってるのと思いの方もね、おられると思うんですね。はい、で実はこちらになります。はい、こちらがね今リアルタイムの映像なんですけども、はい、購入してからね一度もトラブルなく動いています。はい、今日もね炎天下でめちゃめちゃ暑いんですけどね、はい、しっかり動作していますので、はい、まあ、かなりね信頼性は高いと言っていいと思います。はい、で、最初にね紹介したね初心者向けカメラ、防犯カメラをね Amazon で買ってみたという動画で使ったカメラは右下のね映像になります。はい、そして、広角30倍のね、望遠が搭載した、カメラというのは右上の、ね画像になります。はい、まあ、どちらも、ね、問題なく動作しています。で今、ね、表示させているのはこれパソコンの、ね、画面なんですね。はい、でほとんどの、ねこの防犯カメラスマホで、ね、表示できるのは一般的なんですけども、実はパソコンで、ね、見れるというのはほんの一握りしかないんですよね。はい、なので僕はいつも、ね、このシートロニクス社製のカメラで、パソコン対応のものをいつも、ね、購入しています。はい、まあ、今回紹介するものも、ね、パソコン対応してますので、まあ、安心して使えると思います。はい、ではねそれではもう箱開けの方やっていきたいと思います。はい、でこれ箱を開けますと、はい、スポンジがありまして、スポンジをどけますと、あ、説明書がね、このように入っています。はい、でこの説明書なんですけど、まあ、全部日本語でね、書いてありまして、しかもね文字がかなり大きくてね、読みやすいです。はい、で一応ね設定の方は後でね実際にやってみたいと思うんですけどね、はい、ほとんどね迷うことないかなというふうに思います。はい、で、このねマニュアルの下には、他のね紙類ではね、いろんなものが入ってます。ステッカーなんか入ってたり、あとね紙のこう説明書ですね。はい、そしてはい、このねネジ開け用のね位置合わせの紙、はい、こういったものもね入ってます。非常に親切ですね。はい、そしてねLANケーブルがこの水で濡れないようなこのカバーが入ってたり、あとははい、ドライバーですよね。はい、そしてネジ類、はい、こういったものもね入ってます。そして短いですけどねこういったLANケーブル、はい、こういったものもね入ってます。
はい、そして、こちらがアダプターですね、はい、こちらのアダプターになってまして、だいたいですねこれ1アンペアのね、メイドインチャイナと書いてあるアダプターが入っています。でこれ非常に長くて3メーターぐらいありますので、まあ、コンセントからね、随分離れててもね、十分、取り付け可能なんじゃないかなと思います。はい、そしてこちらが本体になります。はい、ということで内容物はね、まあ、ご覧のようになっています。はい、でこれがね本体でして、後ろにねこのようなケーブルが出ています。はい、でこれ正面なんですけども、はい、こちらがねレンズになってまして、隣がねこれライトになってます。これライト1000ルーメンということで、はい、非常に明るく遠くを照らすことができます。もちろんね赤外線でも照らすことができます。でこれサイドにね Wi-Fi のアンテナがね2本このようについてますね。でこのレンズの後ろなんですけども、はい、ネジ止めされていまして、ここにねマイクロ SD がね、入れることができるようになってます。はい、でこれスピーカーでして、この中にね、まあ、マイクとね、スピーカーがありますので、この防犯カメラのね、近くにいる人とスマホでね会話ができるようになってます。はい、といったような、機能もねちゃんとついてます。でこのケーブルなんですけど3本ありまして、このね1本はこれリセットのボタンになってます。多分もうパスワードをリセットしたいときに押しますね。はい、でこれがね AC アダプターを接続するとこで、これがね LAN ケーブルを接続するとこになるんですけども、まあ、Wi-Fi でね使う方もこれ設定の時にはね必ず LAN ケーブルを挿してね、設定することになってます。はい、でこのね防犯カメラなんですけども L 字ブラケット、このようなね L 字ブラケットがついてるおかげで、ね、垂直の壁でもね天井でも、まあ、どちらの壁でもね、取り付けることができるようになってます。はい、このようにね垂直の壁にはねこの面を設置させて、ネジ止めしてやると、はいね、こちらからネジ止めさせてやります。はい、もうね、そうすると、まあ、垂直の壁でもね、そして天井にはねこの、下側からねネジ止めすることによって、ね、この上側のね天井にも取り付けることができるということで、この L 字でね、はい、どちらの壁でもね取り付けることができるようになってます。はい、ではねマイクロ SD を取り付けますので、マイクロ SD のね開封をしたいと思います。はい、今回はね僕 128GB なんですけども、ね、せっかく 256GB 対応ですのでね、256GB をおすすめしたいと思います。はい、ではねこれレンズを傾けますと、はい、マイクロ SD がね、収納されているネジが見えますので、まあ、それをね付属のドライバーでね、開けまして、蓋を外します。はい、でそうしますと、はい、マイクロ SD を、ね、収納する場所が見えますので、ちょっと分かりにくいですけどね、はい、こちらにマイクロ SD を、ね、差し込みます。でグッと押し込むと、ね、ロックされますので、指 で最後まで押し込みます。はい、あとは、ね、また蓋を、ね、戻して、ネジをまた、締め直します。はい、これで、ね、マイクロ SD のセットは完了いたしました。でもね、本体の設定のためにね、ケーブルを接続していきますけども、はい、まあ、Wi-Fi でね、多分接続される方が多いと思うんですけども、これ Wi-Fi の方でも、これ設定のためには一度ね、この LAN ケーブルを接続する必要があります。はい、なのでね、皆さん必ずこの LAN ケーブルは接続してください。はい、そして、アダプターですよね。はい、このようにアダプターを差し込みますと、まあ、カメラがね、このように、ライトがついて、しばらくちょっと動き始めると思います。はい。はい、これね動いているということは、まあ、通電がね成功しているということでもあります。はい、であとねこの根元に QR コードがね表示されますので、これをねスマホカメラで撮影して登録していきます。であとねパソコンに登録するときは SSAM って書いてある数字をね入力していきますので、こちらの数字はねメモ帳か何かにメモっておいてください。でこの後ね登録作業を行っていくわけなんですけども、まあ、登録作業のね動画はね動画の後半に詳しく見ていただきますので、早速ねこれカメラ画像の方を見ていただこうと思います。はい、それではねカメラ画像の方はまあこちらになります。はい、こちらがね新しい800万画素の防犯カメラの映像となります。はい、やはり非常に綺麗ですよね。はい、ただねやっぱりこれだけ見てると
ね、ちょっと分かりづらいので、やはり比較してみようと思います。はい、それでね、もう一つのこちら、はい、ね、シートロニクスの500万画素カメラ、こちらと比べてみたいと思います。で、これがね、500万画素カメラの映像になります。はい、こちらもね、非常に綺麗ですよね。これ、2023年モデルですので、もう全然今でも使えるんですけども、はい、非常に綺麗ですよね。はい、では、ね、ちょっと分かりにくいので、これ比較してみたいと思います。はい、そうですね、もうパッと見はね、どちらも綺麗に見えるんですけども、はい、やはりね、これ800万画素の方が細かいとこがね、非常にね、細かく綺麗に写ってるんですよね。はい、それではね、500万画素の防犯カメラ、こちらをね、拡大してみたいと思います。はい、わかりやすいようにね、ナンバープレートの文字、はい、これを拡大してみました。はい、こんな感じですね。はい、ではですね、次、800万画素の防犯カメラの同じ部分、このナンバープレートのね、部分を拡大してみました。はい、こんな感じですね。では、この2つ、比較してみたいと思います。どうですか？やはり、800万画素のこの綺麗さ、一目瞭然ですよね。この2668のね、上のね、京都582というこの文字、非常に鮮明に写ってますけども、500万画素のね、ものでは、このちょっとね、ぼやけて、かろうじて見えるかなといった感じになってます。はい。まあ、これね、実際に防犯カメラで、ね、500万画素でね、ギリギリ読めないというような場合でも、800万画素だったら読めたということが十分あり得ますよね。はい、それではね、今度800万画素と500万画素のね、この防犯カメラの、夕暮れ時のね、カメラの画像を見比べてみたいと思います。ちなみに800万画素の方はソニーのコモスセンサーがついています。はい、もうね、時間は夕方のね、6時40分過ぎということで、かなり薄暗くなってるんですよね。はい、で、はい、なんともう500万画素の方は耐えきれずに赤外線のね映像に切り替わりましたが、このソニーのねコムスセンサーの方は、まだね10分20分とね持ちこたえることができました。やはりソニーのコムスセンサーかなり優秀ですよね。はい、でこちらがね赤外線モードになります。はい、もう周りにね明かりが全くないね田舎のね街なんですけども、はい、このように赤外線ですと綺麗に見えるわけなんですね。で、このね夜間の録画モードにはね赤外線以外にもう一つのモードがあるんです。まあ、それフルカラーでね、録画するモードなんですけども、はい、この画面で一度右にスワイプ、もう一回右にスワイプしますと、はい、わかりますかね、真ん中下に暗視モードというのがあります。はい、これを選択してもらうと、赤外線の下にね、フルカラーモードというのがありますよね。はい、これにね、チェックボックスに印を入れると、はい、防犯カメラのね、LED が明るくね、点灯しまして、もう夜でもね、このように、フルカラーのカラーモードで録画することができます。はい、非常にね、便利ですよね。はい、まあ、こういったカラーモードでもね、録画できます。で、下にね、これ、スマートモードというのがあります。これは一体何なのかというと、要は赤外線モードなんですけども、赤外線でね、録画中に怪しい人物を見つけると、はい、自動でね、このように、LED のライトが点灯して、はい、まあ、このようにフルカラーになるということで、要はホームセンターなんかに売っているセンサーライトってありますよね。ね、人を感知するとパッと明るくなる。はい、まあ、あの機能がこの防犯カメラにも、まあ、搭載されているということになります。はい、それではね、シートロニクスのアイコンをね、起動しまして、はい、防犯カメラがちょっといっぱいね、登録してあるんですけども、800万画素のね、カメラを開きます。はい、で、スマホに向かってね、喋りかけるときは、下にね、マイクのアイコンがありますので、それをね、押してから喋ります。はい、今ね、スマホに向かって喋っています。はい、防犯カメラからこの音声は聞こえるでしょうか？はい。ということで、防犯カメラのね、スピーカーの、チェック中です。はい。はい、今ね、スマホに喋りかけています。はい、防犯カメラからね、この音声はどのように聞こえるでしょうか。はい、今ね、防犯カメラのスピーカーのテスト中です。はい、まあ、こういうふうに聞こえるわけですね。で、この場所がね、スピーカーになるんですね。はい。まあ、それでは、今度ね、防犯カメラの前にゲーム機をね、置いてみました。このゲーム機の音は逆にね、スマホからどのように聞こえるのでしょうか。はい。このね、プラスマイナスでね、デジタルズームがね、使えるようになります。
でこのね防犯カメラについている、マイクというのがね、まあ、それほど高性能なものではありませんので音質はね、かなり悪いですね。あとね、これもっと大きくね見たいという方は、スマホをね横にして、拡大ボタンを押します。はい、そうするとね、画面全体で映像を確認することができます。でもスピーカーのね音を聞きたくないという方はまたねこのスピーカーボタンをポンと押すと、はい、音がね、聞こえなくなります。でこのスマホのねマイクとスピーカーのアイコンをね、まあ、交互に押すことによって、防犯カメラのすぐ近くにいる方とお話ができるんですね。まあ、例えば、ね留守中に、宅配業者の方がね家に来られても、外出ね先からあすいません今ね、外に出てるんですで夕方ぐらいにね、再配達お願いしていいですかみたいなことをまあねこのスマホを使って、やり取りできるということになります。はい、あとね、右の下にね、標準と書いてありますが、これをポンと押すとね、このスマホに表示させる画質を、まあ、高画質と標準の2通り選べるんですね。これはね、マイクロ SD に保存される、画質をね、決めるものではありませんので、たとえ標準にしてもね、マイクロ SD にはちゃんと 4K で録画されてますのでね、まあ、そこは安心してください。で先ほどねスピーカーとね、マイクのテストしたんですけども、あの音量を変えたい場合は、今この画面をね、右から左にねこうスワイプしてやります。そしてこの画面ももう一度ねスワイプします。はい、そうすると左下にね音量調節と書いたね、とこがありますので、それをポンと押すと、このねマイクの、入力音量、はい、そしてスピーカーのねこれ出力音量ですね、はい、まあ、これをね、選ぶことができます。でこのね音量やねマイク入力のね、音量はね、この右上の歯車アイコン、はい、このね歯車アイコンをね押すことでもね、変えることができます。オーディオ設定をね押しますと、はい、こちらのね歯車アイコンからもね、このマイクとスピーカーのね音量を変えることができます。まあ、両方同じものですね。はい、あとねこれリアルタイムで映っているスマホのね、この動画データ、これをスマホの中にね保存することができます。このビデオカメラのアイコンをポンと押しますと、まあ、今映ってるね、このリアルタイムのね動画データがスマホの中に保存されます。まあ、僕はね、基本的にもうマイクロ SD にね24時間データをずっと保存してますので、まあ、わざわざねこのスマホに録画するという機能はほとんど使わないんですけども、まあ、スケジュール録画なんかでね、まあ、夜間しかね、録画しなかったり、まあ、昼間しか録画しなかったり、まあね、土日しか録画しないとか、まあ、そういう設定されている方で、ね、このマイクロ SD に、録画してない時に、まあ、急遽録画する必要があると、まあ、そんな時にはこのね、ビデオカメラのアイコンをポンと押すことで、まあ、スマホにね、このビデオカメラのねリアルタイムのデータを保存することができます。はい、でもしねこれ、中断したいなという時はまたねこのアイコンをポンと押せば、ね、簡単にストップすることができます。で今映っている、ね、画像を写真として保存したい方は右のアイコンを、ね、ポンとタッチします。これでスマホの中に写真データが、ね、保存されます。もう一回押してみますね。ポンとタッチしますと今の、ね、リアルタイムのこの防犯カメラの、ね、映像を、まあ、写真として、ね、保存することができます。左がビデオデータ、右のアイコンが、ね、写真データということになります。はい、僕はねこの追跡機能をこのね列車のおもちゃを使ってね検証しようとしたんですが、全く反応しませんでした。でこれね追っかけないのは実はカメラの性能が非常に優れているから追っかけないんですね。と言いますのはこれ AI が搭載されていまして、人、車、動物、まあ、こういったものをね正確に認識できるんですね。で、このカメラはね人、車、動物しか追跡しません。まあ、なのでもうね非常に優れているからこそ、まあ、このねおもちゃの列車を追跡しないということなんですね。はい、そこでね用意しましたのがこちら。はい、車ならね、追跡するでしょということでこちらをね、用意してみました。で今度ねスマホのね、こちら右下にね移動追跡と書いたね項目がありますので、まあ、こちらをねポンと押して、はい、追跡機能をオンにします。はい、そしてね部屋の中でね、この車のラジコンをねいろいろね動かしてみました。はい、そうしますと分かりますかね、先ほどね、全くこの追跡しなかったんですけども、今度はね AI がこの車をねしっかりと認識してフレームの中にね、このようにちゃんとね車をこの追跡してね、捉えているのが分かると思います。はい、
いや、さすがこの AI 優秀ですよね。はい、もう車をね、ちゃんと認識して、このようにね、追跡しています。はい。ね、あまりね、ちょっとスピード上げてね、バッと行ってしまうとね、ちょっと追っかけ、失敗することもあるんですけども、はい。で、これですね、右上にね、歯車のね、アイコンがありますので、こちらをね、選択します。そして、アラーム管理と、通知。はい。こちらをね、選択して。はい。そしてね、認識タイプ。はい。こちらを選択します。はい。そうしますとですね、AI でね、追跡するものをね、これ選択することができるんですよね。人とペットだとかね、人と車とか。で、もしね、動物をね、追跡したいという方は、一番下のね、人とペットを選択します。はい。ではね、今度、ヒューマノイド認識、こちらにね、してみたいと思います。まあ、おそらく人間のみの追跡ということだと思います。はい。で、これね、設定を変更しますと、まあ、自動でね、再起動がかかります。はい。再起動しますかということで、はい、をしますね。はい。そうすると、まあ、30秒ぐらい、ちょっとね、再起動にかかるんですけども、はい。で、これ再起動した後、先ほどはね、自動追跡してましたけども、はい。もうね、全く追跡してませんよね。はい。ということで、この追跡機能をね、使うときは、まあ、追跡機能をオンにするとともにですね、まあ、人なのか、ペットなのか、まあ、人間なのか、まあ、そういったことをね、まあ、選択する必要があるんですね。はい。ということで、まあ、ちょっとね、追跡機能の紹介でした。はい。この画面でね、左にスワイプしていただくと、先ほど使ったね、移動追跡のアイコンの上に、プリセットと書いたアイコンがあると思います。はい。これはね、何なのかと言いますと、まあ、カメラのね、位置、そしてね、望遠のね、このズームの倍率、まあ、そういったものを、このメモリに登録しておくことで、ね、もういくつも登録しておくことで、まあ、簡単にね、このカメラの位置を再現できる。まあ、そういった機能になるんですね。まあ、基本的にこの機能は、まあ、高倍率の望遠カメラでね、使うと非常に便利なんで、まあ、このカメラではね、あまり使う機会がないかもしれませんが、まあ、こういったこともできますよというね、まあ、紹介のために一度使ってみたいと思います。はい。それではですね、このようにね、数字が書いたね、プレート。こっち1番ですね。はい。そして2番と書いたプレート。はい。そしてね、次、3番と書いたプレートをね、用意しまして、このね、防犯カメラのそれぞれね、右、中央、左にね、このセットいたしました。はい。それではね、それぞれのプレートのね、カメラの位置を、これプリセット登録していきたいと思います。はい。それではね、このカメラを移動させまして、1番のね、プレートだけが映るように、合わせていきたいと思います。はい。ちょっとね、これ、ミラーフリップのね、ミラー設定にチェックが入れてないので、左右が逆になってるんですけどね。はい。ではね、プリセットと書いたとこを押します。はい。で、これで、1番に登録しますので、数字の位置をね、入力します。あ、ちょっと71となったので、ちょっとね、もう一回消しまして、はい、1番と入力します。はい。で、登録はね、決定ボタンを押します。はい。決定ボタンを押すと、はい、この画角がね、1番に登録されました。はい。それではですね、またこのカメラをね、操作いたしまして、はい、今度はね、2番のプレートがね、映るように、このカメラをね、調整します。で、このね、2番のね、プレートだけが、まあ、映るようにね、位置調整しましたら、まあ、先ほどとね、まあ、同じように、はい、プリセットのね、画面を出していきたいと思います。はい。で、横にスワイプしますと、はい、プリセットのね、アイコンがありますので、プリセットを押しまして、そして今度2番にね、登録しますので、数字のね、2を押します。はい。数字のね、2番を押して、そしてね、決定ボタンですね。はい。これでね、この、画角がね、2番に登録されました。はい。という感じでね、またね、今度カメラをね、動かしまして、今度ね、3番が映るようにします。はい。ちょっとね、プレートがね、小さくて文字がね、見えませんけども、はい。こちらがね、3番のプレートになります。
ちょっとね、拡大してみましょうかね。はい。3番って見えますね。はい。では、このね、プレートをね、登録していきたいと思います。プリセットのアイコンを押して、はい、これ3番にね、登録しますので、3番を、押しまして、そして決定ボタン押します。はい。この画角がね、3番に登録されました。はい。では、呼び出してみましょうかね。呼び出すのはコールというね、ボタンになります。では、1番を呼び出してみたいと思います。あ、ちょっとね、11と、はい、1にして、はい。ではね、コールボタンポンと押します。すると、1番にね、登録してあった画角に自動でね、はい、カメラが移動します。はい。これ今ね、触ってませんよ。はい。ということで、1番のね、画角に自動でね、カメラが移動しました。ではね、今度2番に移動させてみましょうかね。2番を押して、コールボタン、呼び出しですね。押しますと、はい。今度自動でね、ずーっと、はい。2番のプレートの、ね、真正面まで来ましたね。という感じで、このね、登録とね、呼び出し、まあ、コールですね、を使って、カメラの画角、ね、倍率、まあ、そういったものをね、記憶することができるようになってます。ちなみにね、これ、パソコンでも操作できますので、ちょっとね、パソコンでのね、操作画面も見てもらいましょうかね。はい。で、今映っているのはね、シートロニクスの防犯カメラの、パソコン用ソフトになります。で、これ今映っている画像というのは、これシートロニクスの30倍の防犯カメラの映像になります。はい。でもね、これ、番号がね、すでにね、プリセット登録されておりますのでね、もうね、呼び出してみましょうかね。はい。左下のボタンを押しまして、1番になってますよね。で、呼び出しボタンをポンと押します。はい、そうするとね、1番に登録された、画角にね、自動でこのように移動するんですね。はい、ではこの2番を呼び出してみましょう。はい、ナンバープレートがアップになりました。では今度3番を呼び出してみましょう。やはり30倍ってめちゃすごいですよね。はい、では4番を呼び出してみます。はい。ということで、まあ、このようにね、まあ、パソコンを使っても非常に簡単にね、操作することができるようになります。はい。で、このカメラなんですけどね、まあ、多くの方が Wi-Fi でね、使用されると思うんですけども、これ Wi-Fi でね、使用するとしても、これ設定のためにはね、必ず一度この LAN ケーブルを接続する必要があるんですね。はい。ということで、このね、カメラ本体に LAN ケーブルと AC アダプターをね、まあ、このように接続します。で、このね、説明書の中にですね、まあ、PC 版とね、スマホ版のアプリ、まあ、そしてね、説明書なんかの QR コードがね、ありますので、まあ、そのね、アプリをね、ダウンロードしてインストールしておきます。そしてね、シートロニクスプロを、ダウンロードしてね、インストールします。で、これね、インストールしますと、まあ、最初にね、メールアドレスとパスワードのね、登録が必要になりまして、そして、登録しますとね、メールサーバーにメールが届きますので、まあ、そちらをね、クリックしてもらいますと、まあ、正式にね、登録が完了します。はい。で、これね、まあ、登録が完了した状態になります。で、このアイコンをね、クリックしまして、はい、アプリを起動します。もうね、カメラがね、随分登録されているんですけども、はい、それではね、このアプリの右上にありますプラス、はい、このここをね、タップしまして、IP カメラ、はい、これを選択します。はい。そしてね、新しいデバイスと、を書いたとこありますね。一番上に。はい。これをね、タッチします。はい。そしてね、電源を入れました。次のステップをね、タッチします。はい。アダプター接続しましたよね。はい。ではね、こちらをね、押しまして。はい。そうするとね、下にね、はい。LANケーブルに接続しましたとね、LANケーブルに接続されていませんというのがありますので、下のね、LANケーブルに接続されていませんという方を、ね、触ります。はい。そしてね、追加しますと出てますので、はい。これをね、タッチします。はい。そうすると、スマホのね、QR コードのね、読み取り画面が出ますので、この防犯カメラにね、QR コードありますよね。はい。このね、防犯カメラのね、根元にあります QR コードを、このね、スマホカメラで読み取ってください。はい。で、これね、認識しますとね、まあ、検索中と出まして、ね、ちょっとね、これ検索が終わるまで待ちたいと思います。
はい、検索がね終わりましたら、なんとカメラが見つかりませんでしたと出ました。はい、でこういった場合ね、あのね、僕もカメラねたくさん持ってるんで、中にはね、まあ、こういってカメラが見つからないことがあるんですね。はい、でもこれね見つからないと何をしてもこのね QR コードの読み込みでは、このね登録ができないんですね。はい、ということで、まあこういったねカメラの QR コードを読み込まないときにどうすればいいのか、今からねちょっとやっていきたいと思います。でね、この見つからないときは、下にね、行きまして、まあ、一回ね、閉じてね、もう一回起動し直してもいいです。はい。まあ、このね、三角ボタンを押しまして、前にね、戻ります。はい。ずっと戻りますと、はい。この画面にね、行きました。新しいデバイスをね、先ほど押したんですけども、新しいデバイスではなくて、この下のね、インターネットに接続されたデバイスをね、タッチします。はい。そうするとね、このように、手動でね、UID 番号とかね、ユーザー名、パスワードを入れる画面が出ます。はい。あの UID というのはね、あの QR コードの横に書いてあった番号になります。はい。で、これをね、手入力して、入力してください。はい。でね、ご自身のカメラのね、UID 番号をね、入力し終わりましたら、まあ、下にね、ユーザー名とパスワードと書いてありますけども、これはね、まあ、基本的に何も入力しなくて結構です。はい。ただ、ユーザー名やね、パスワード、ちょっと間違って文字を入力してしまったり、消してしまったという方は、半角でね、アドミニと、ね、ユーザー名とパスワードにアドミニと入力してください。はい。で、これね、入力がね、し終わりましたら、今度ね、この、下側にあります、はい、追加を確認というところをね、タッチします。はい。はい。で、次はね、このカメラの名前を入力するんですけども、一応ね、8つの簡単入力ボタンというのがありまして、例えばね、リビングというボタンだったり、まあ、寝室だったりね、はい。玄関だったりね、こういった名前が簡単入力できる8つのボタンがあるんですけど、こんなね、カメラ名使いませんよね。はい。ということで、この名前はね、自分でね、入力しましょう。はい。で、これね、名前はいつでもね、変えることができます。はい。後でね、変えれますので、まあ今はもう適当にね、入力しておいても大丈夫です。はい。では、カメラの名前ね、800万画素。はい。カメラと。しておきましょうかね。はい。で、下の方にね、確認と書いたね、ボタンがありますので、こちらをね、タッチします。はい。それではね、先ほど追加しました800万画素カメラ、こちらをタッチします。はい。そうしますとですね、はい。これ、ちょっと上の方に、はい。プライバシーとセキュリティのため、カメラのパスワードを変更してくださいと出ます。そうなんです。先ほど入力した、ね、アドミニと書いてあるパスワードは、非常に危険なパスワードなんですね。はい。なので、インターネットでね、接続した時には、必ずパスワードを変更する必要があるんですね。はい。ということで、これね、はいを押して、パスワードをね、変更していきたいと思います。でね、はいを押しますと、パスワードをね、入力する画面が出てきます。はい、必ずね8文字以上、英数字、大文字小文字、はい、全部使うね、パスワードをね、2つ2回ね入力する必要があります。はい、ということで、このね、パスワードをね、入力してみました。ではね、入力し終わりましたら、適用をね、タッチします。はい、そうするとね、このような画面が出まして。はい、この枠をね、こう指でね、スワイプすると、このね、画面が動きますよとかね、はい、そういったね、説明が書いてあります。はい、ということで、はい、わかりましたということをね、読み終わりましたら、ね、これこう、タッチします。はい、そうしますとですね、こちらのね、スマホでもうね、カメラを動かすことができます。はい。ただですね、これ、スマホをね、操作できるんですけども、まだね、これ、この LAN ケーブルのおかげで接続できるっていうんですね。ということで、これ、LAN ケーブルを使わなくてもね、この操作できるように Wi-Fi 設定していきたいと思います。はい、それではですね、スマホのね、画面、右上に歯車アイコンがね、ありますので、この歯車アイコンをね、ポンとね、触ってもらいますと、はい、Wi-Fi 設定と書いたところあります。はい。で、ここをね、タッチします。そしてね、デバイス周辺のワイヤレスネットワークを取得というところをね、押しますと、はい。周辺のね、この Wi-Fi の電波がバーッと出てますので、こちらを選択して、パスワードを入力します。まあ、そして、まあ、適用ボタンをね、押しますと、接続されますのでね。はい。あとは、
このもうね、LANケーブルを抜きます。はい、これでようやくね、Wi-Fi 接続が完了しました。はい、では見てみましょうかね。はい、今ね、一旦ちょっとね、LANケーブル抜いたんで切れてますけども、あ、オンラインになりましたね。はい、LANケーブルはね、もう接続されていません。はい、刺さってませんね。はい、では、スマホでね、実際に動くかどうか。はい。あ、動きましたね。はい。ちゃんと Wi-Fi 接続でね、動いているのがわかると思います。はい。はい、今まではね、このLANケーブルがね、接続されていたおかげで動いてたんですけども、はい、これで完全に Wi-Fi で動作するようになりました。はい、ではね、最初に設定しておいた方がいいことということで、今、歯車マイクをね、押してもらって、この設定画面でね、まず、ビデオ設定をね、選びます。はい、そしてこの下にフォーマットとありますので、まあ、お住まいのね、地域によって、まあ、50Hz だとかね、60Hz、はい、これ、選んでもらうといいと思います。あとね、これ、解像度。はい、これ 4K なんですけどね、低い解像度にもね、落とすことができます。まあ、どういった時に使うかというと、まあ、例えば、家をね、まあ、長期間留守にするような時、まあ、SD カードのね、節約このために、まあこのねちょっと解像度を落とすとか、まあ、そういったことにね使えるかなというふうに思います。はい、あとねこれ SD カードスケジュール録画、はい、こちらのね項目をね押してもらいますと録画ファイルの、時間設定ができるんですよね。最初はこれ600秒になっています。まあ、約10分ですね。で、僕はね、この時間数なんですけど、900秒にね、して使っています。これなぜかというと、一つのファイルがね、600秒から900秒になると、約15分間、録画できるわけなんですけど、後で、ね、録画データをね、ダウンロードするときに、600秒ですとね、これ、6個ダウンロードする必要がありますけども、これ900秒にしておくと、1時間のファイル、わずか4回のダウンロードで済むわけなんですね。はい。ということで、まあ、後でね、ファイルをダウンロードするときには、この900秒にしておいた方が便利かなというふうに思います。はい。デバイスのね、時刻設定というところをね、ポンとね、タッチします。はい、そうしますと分かりますか？全く日本じゃないですよね。はい、これ北京の、ね、時間になってますので、はい、このまま使うと、ね、ずっとずれたままになりますので、はい、この、ね、デバイスタイムゾーンの、ね、ところを押しまして日本の、ね、時刻に設定したいと思います。はい、では、ね、こちらを、ね、ポンと押して、はい、大阪、札幌、東京というのがありましたね。はい、でこれ設定を、ね、押して右上に、ね、完成と書いたところがありますのでそちらで、ね、時刻変更が、完了します。はいはい、そしたら、あ、日本になりましたね。大阪、札幌、東京。で、適用ボタンを押しますと、このようにね、再起動されますので、はい、この再起動後に、時間が変更になります。はい。ということでね、最低限設定しておくべきこと、ね、紹介いたしました。はい、今回ね、比較検討のためにね、使用しました。このシートロニクスの500万画素タイプの防犯カメラ。はい、これね、本来ですと、このね、ブラケットをね、ここに取り付けて、この天井からね、こうやって吊るして、使うのがね、一応基本の使い方になります。まあ、ただ別にね、このようにテーブルに置いたりね、床に置いて使うのも全然 OK なんですよね。はい。ただ、こうやってね、床に置いたり、テーブルにね、置いて使う場合は、設定してやる必要がありまして、このね、左上にミラーとフリップと書いたところがあります。はい。ここをね、押してもらって、ミラーとフリップをね、まあ、それぞれオフにしてやります。はい。まあ、そうすることによってね、画面が反転して、操作形態も反転して、わかりますかね。左押すと、はい。左、ね、動きますよね。はい。右押すと、右に動きますよね。はい。上を押すと、はい、上にね、動きます。はい。で、下を押すと、はい、下にね、動きます。はい。問題なく使えるわけなんですけども、ところがですね、今回紹介しているこの800万画素のね、防犯カメラ、同じように、このようにね、テーブルに置いて使うと、もちろんミラーとフリップはね、設定してますよ。オフにしてあります。わかります？右押すと左に行って、左押すとね、右に行っちゃうんですよ。要は、その操作が反転してないんですよ。ね、ちゃんと、この設定でね、ミラーとフリップをね、オフにしてあるんですけども、はい、これ、下を押すと上行っちゃって、上を押すと下行っちゃうと。まあ、使えないことはないんですけども、このようにテーブルに置いて使う場合は、操作がね、上下左右反転してしまうというね、欠点があります。まあ、これはね、なんとかね、ならないのか、ちょっとシートロニクスの方にね、後で問い合わせてみたいと思います。
はい、でこのマニュアルね、非常に僕褒めたんですけども、日本語で書いてあって文字もね大きくて分かりやすいと、言ったんですけども、実はねこれ共通マニュアルでして、いろんなモデル共通のマニュアルなんですね。なので、基本設定はねしっかり書いてあるんですけども、細かなね最近追加されたような機能は全く、まあ、書いてないんですよね。はい、まあ、なので分からないとこがあってね調べようと思っても載ってないことが非常に多いんですね。でこういったね、まあ、設定画面なんかで、まあ、例えばねこう単独トリガー、リンケージトリガー、一体これって何って思っても、もう説明書には全く載ってないんですよね。まあ、確かにね紙の説明書って、まあ、作るの大変なんで、ならばこのウェブ上のねマニュアル、まあ、こういったものをねもうちょっと完備してほしいなと思います。まあね、もうウェブなんてね、まあ、小学生でもね作れますのでね、まあ、この辺はもうちょっと改善していただきたいなと思います。はい、でこのね設定画面のね中に、あの、まあ動態検知アラームというのがあるんですね。はい、まあ、画面の中にね、何かがね、入ってきたら、アラームを鳴らすという機能なんですけども、まあ、この設定が結構難しいんですよね。はい、外にね、カメラを設置していると、ね、ちょっと木が揺れたり葉っぱが揺れたりするだけで、ね、アラームが鳴ってしまうということで、まあ、室内だとねいいんですけども、まあ、そういった時にねこの設定する項目があるんですけど、これがねかなりちょっと大雑把なんですよね。はい、わかりますかね。左のみとかね、右のみとか、すべてのエリアとか、まあ、ちょっと大雑把すぎてね、なかなかちょっと使いづらいなと。ね、他のモデルではね、結構細かく設定できるモデルがあったりするんですけども、まあ、例えばね、この画面の中で、例えばセンサーが反応するのは、この自分の敷地の内だけセンサーが反応するとか、こういったね、もうちょっと細かなね、設定ができればいいなと。でないと、これ、もう車がね、前の道路を通るたびにピコ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 なっちゃうということで、まあ、この辺のね、ちょっともうちょい細かな設定ができれば、ちょっといいかなというふうに思います。はい、ではね、こちらがね、普段の平常時の電力です。約2ワットということになります。はい、非常に省電力ですね。はい、で、このカメラをね、このように左右に向けると、だいたい4ワットぐらいと、だいたいプラス2ワットという感じですかね。はい、では、今度ね、電気を、まあ、落としてみてね、夜間の、消費電力、これをチェックしてみたいと思います。あ、LED がこう赤く点灯してますね。LED というか、赤外線のね、ランプです。はい、赤外線ランプが点灯してますが、はい、この時約3ワットということで、まあ、約ね、平常時と1ワットしか変わらないんですよね。はい、かなり省電力だと思います。はい、では今度ね LED のライトを点灯させて、ね、見てみたいと思います。これは消費電力4ワットですね。はい、これが非常に省電力だですね。はい、そしてねライトをつけながらこのカメラをね左右に振ると、はい、だいたい6ワットということで、はい、こちらのカメラね、はい、最大のね消費電力、まあ、6ワットということでね、まあ、非常に省電力だと思います。はい、はい、で僕はねこのカメラを選ぶときの基準というのは、このねパソコンでこのねたくさんのカメラが一度に見れるこのアプリ、このアプリがね動作するカメラを購入してます。でこのね、アプリの名前が C なんだっけ、HIP2P クライアントというこのね、アプリ、これがね動作する、カメラを買ってるんです。ただねこれ注意しないといけないのは、このシートロニクスでね、買ったカメラというのが必ずこのアプリが動くというわけではないんですね。同じシートロニクスでも全然違う A アプリであったり B アプリであったり C アプリがのね、カメラというのがありますので、これちょっとね購入するときは注意が必要です。はい、でこのね、パソコンのアプリがね HIP2P クライアントなんですけども、でこれスマホのアプリの名前は何て言ったかというと、はい、シートロニクスプロというアプリなんですね。はい、で、このアプリが動くということは、もうこのパソコン用のねアプリが動くと思っていいと思います。もう相関関係ですね。はい、まあ、なので、このねスマホアプリシートロニクスプロが動けば、もうパソコンでもね、この防犯カメラが見れるということなんですけども、まあ、僕の、ね、今回の動画でスマホの画面をね何度か見ていただいたと思うんですけども、あのねアプリのねこのシートロニクスプロのアプリの横にもう一つねアプリのなんか名前があったんですけども、これはね何かというと、実は姉妹アプリになります。
でこのね、カムハイプロというアプリがね、動作する、ね、防犯カメラでもこのパソコン用のアプリが共通で使えます。はい。まあ、なので、このね、アイコンを目印にするならば、この、シートロニクスプロのアイコン、そしてこのカムハイプロのね、アイコン、これがあればもうパソコンでも動くということになります。はい。この3つはね、それぞれ相関関係があります。で、これね、シートロニクスプロの横にね、カムハイプロってアイコンありますよね。はい。これをね、起動してみましょうかね。はい。これにもね、800万画素カメラをね、登録してあります。はい。わかります ?800 万画素カメラってありますよね。はい。まあ、ということで、このね、シートロニクスプロだけじゃなしに、このね、カムハイプロのね、まあ、アイコンでも、アプリでもね、同じように、カメラをね、操作することができます。はい。という感じで、今ね、じゃあこのカメラ動かしてみましょうかね。はい。わかりますかね。はい、動いてますよね。はい、ということで、まあシートロニクスプロと、まあカムハイプロというアプリをね、ほぼ共通で使えるということです。はい、今回ね、このシートロニクスのね、カメラなんですけどね、シートロニクス様にね、ご提供いただいたものになります。はい、まあ僕自身もね、今までもう何台も使ってましたのでね、まあ非常に心よくね、お引き受けしました。はい。で、まあ今回ね、QR コードがね、認識しない場合の対処法みたいなのを紹介したんですけど、実はね、僕わかんなくて、シートロニクスにね、問い合わせしたらもうめちゃめちゃ親切に教えていただきました。もうね、写真付きのね、イラストでね、もう本当で、それでね、やり方を、まあ、知ってるというわけです。まあ、ね、保証期間もね、結構ありますのでね、まあ、安心して使えるんじゃないかなと思います。あとですね、僕のパソコンもね、12、3年前のね、もうかなり古いパソコンなんですよね。まあ、だから正直言うとこれ、4K 画像がね、入れてしまうと、カクカクでちょっと動作しなかったんですね。なので、ちょっと 4K 動画、めちゃめちゃ綺麗んですけども、画質を落として編集してます。なので、これ僕の画面で見てるよりも、僕の動画よりも本当はね、何倍も綺麗です。はい。なので、ちょっとね、もうパソコンがね、ちょっと悪いがために、ちょっとね、わざと画質を落としてちょっとアップしてしまってます。はい。だから実際の画像はね、もっと綺麗と思ってください。はい、あとね、このシートロニクスからね、このビューアーとかコンバーターがね、ダウンロードできますので、もしマイクロ SD から直接パソコンにね、入れたりすると、見れなかったりするんですよね。はい。なので、まあ、こういったビューアーを使うと、もうそのまま見れたり。で、あとね、コンバーターを使えばね、まあ、メディアプレイヤーとかね、普通の、ビューアーソフトで見れるようになったりします。はい。ということで、今回はね、シートロニクスの800万画素 4K カメラ、紹介いたしました。